小島武夫は日本のプロ雀士。福岡県に生まれた小島は、複雑な家庭環境と戦争を経験するという波乱万丈な人生の幕開けであった。中学3年生の頃に、たまたま近所の人から暇つぶしのために声がかかったことがきっかけとなり、麻雀に出会う。18歳で雀荘デビューをすると、博打の才能を遺憾なく発揮。見る人が見ればわかるっていう麻雀ではなく、誰が見ても納得するような麻雀を見せなければ、プロとは言えないと思う。という発言に見られるように、プロとしての派手な麻雀を自らのスタイルとした。他方で、麻雀のイカサマ研究の第一人者でもあり、自身も魔法のような手さばきで、積み込みやすり替えなどを披露することもあった。その腕前は、ジャンキと呼ばれる桜井翔一のことを、手が遅い。と表現するほどであった。麻雀界の貢献としては、日本プロ麻雀連盟を設立、初代会長として連盟の運営をしつつ、自らもプロ雀士として活躍した。小島の人生は、飲む、買う、打つを体現した、常人には想像ができない豪快な人生であり、まさに人生を麻雀で表現していたような人物であった。彼の思想やプレイスタイルは、多くの麻雀ファンを魅了し、影響を与えている。